準備が良ければ太陽の神殿に向かうとするか。いいのかじいさん。住人の様子から察すると十中八九敵さんが待ち伏せをしてるぜ。とにかく慎重に行動するほかあるまい。はいはいはい。だからお前が一番心配なんだって。この建物の封印の間には強大な力を有する伝説の大邪神の鎧が眠っておる。かの力を手に入れれば頑強な教団の兵力に対しその突破口を開くことも可能になる。お主のご主人様を助け出すためには絶対に必要なものだとは思わぬか。おい、なんか様子がおかしいぜ。来たか。たったこんだけの人数で俺たちを捕まえる気かよ。なめられたもんだな。甘く見てはいかんぞ。奴らは訓練された神官兵と神官たちじゃ。今までの看守や囚人たちとは訳が違うぞ。腕が鳴るぜ。Thank you.
ここに来てさらに新手か。おいじいさん、まさかあの鉄の塊が伝説の大邪神の鎧ってやつなのか。違う、 あれは多分大邪神たちよりは力が数段劣る悪魔の鎧を身につけた邪道騎士というやつじゃ。